はい、皆さんこんにちは、のぺです。ウィニングポスト内2021やってみましょう。さあ、前回はこちら、アグネスデジタルがドバイワールドカップ2連覇を達成しました。おめでとうございます。で、引き続き G1 を勝ち続けていて、現在収得賞金が24億、総賞金が49億円でございます。で、前回はこちら、なんとあの伝説の名馬ディープインパクトが生まれました。おめでとうございます。この子の活躍はね、めっちゃ楽しみだね。さあ、ではやっていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、表彰式参加していきましょうか。毎度おなじみでございます。まあ、今年はね、ちょっと G1 何個か取り逃しちゃったんで、いやー、結構ライバルたちに取られたなー。まあ仕方がないか。特にシンボリクリスエスがめちゃめちゃ強えな。この子落としたきゃよかったな。で、まずはで、タケさんが騎手大賞で、で、カモさんが優秀技術調教師、はい。で、馬主は、最優秀馬主はもちろん布ペンで、生産者はやっぱり渡辺さんか。で、表彰馬はこんな感じだね。ちょっと2歳ボバー取られちゃったの残念だったな。まあでもほとんど私たちはね、OKOK ナイス。で、栄えある年度代表馬はもちろんこの馬でしょう。ほら、シンボリクリスエス、アグネスデジタルじゃないじゃん。マジか、クソ悔しい。絶対アグネスデジタルだと思ってたのに。惜しかったな。そうか、いやー悔しい。まあ世界、でもこっちの方ではアグネスデジタル入ったね。ナイスナイスナイス、オッケーナイス。で、年度代表はクソ違うのか。で、アグネスデジタルはピーク超えたか、下降気味になってるね。なのでここで引退させましょう。で、名称怒涛も引退させて、で、TM 王者も引退させましょうか。ふー、この子もうちょっと走らせたかったな。成績の方は、でも G112 勝してるか、十分か。 OKOK で、繁殖ボーナスも S ついてるね。 OK、 よし、これでいきましょう。さあ、お疲れ様でした。守護馬として頑張ってください。で、名称怒涛は殿堂入り果たしました。ナイス。で、金の像、ナイスナイスナイス。で、ブロードアピールも引退なんだよな。お疲れ様でした。不正出のベストマイラーの称号が贈られます。これでもかというくらいの数のマイル G1 を制してくれました。これほどまでに完成されたサラブレッドにはそうそう出会えるものではありません。ありがとう。で、金の像、ありがとう。で、次はで、TM オーシャンも殿堂入りでございます。近代スピード競馬の申し子の称号が贈られます。競走馬の優勝劣敗を繰り返し極限にまでレベルアップを果たした近代競馬では好意につけられる先行力とそこから抜け出せる瞬発力が求められています。ということで、それが TM オーシャンなんだね。で、金の像、ありがとう。で、アグネスデジタルか。ほんとこの子すごかったもんな。グレイテスト G1 ハンター、かっこいい。すげえ。で、G1 レースで途方もない数の勝利を収め、恐るべき戦績を残しました。G1 21勝だもんね。すげえ。まさにグレイテスト G1 ハンターの名にふさわしいレース嵐ぶりでしたね。ありがとう。まあ、この子は語り継がれていくやろうな。いやー、ほんとお疲れ様でした。さあ、2003年が始まったということで、2000年生まれの子たちのクラシック戦線がスタートします。現在、ペペペペ牧場には2000年生まれの子たちが、ネオユニバース、ブルーコンコルド、アドマイアグルーブ、ステイルインラブ、ゼンノロブロイ、ペペマリア、そしてライクザウィンドとね、かなり、もうすんごいメンツがね、うちにいますけども、さあ、これをどう割り振っていきましょうかな。海外のクラシックの方にも参加させていきたいんだよね。ちょっと悩むので3月ぐらいまで進めますか。で、どうした、もういきねえ、あなた大事な話があるの、ちょっとこっちに来てくれないかしら。まさか、まさかだよね、もういき。実はね、今日体調が優れなくて病院に行ってきたの。そしたら、あのね、おめでたですって。もういき2人目できちゃったんだ、赤ちゃんができたの。
私たちに新しい家族が増えるのよ。やったー、おめでとう。よくやった萌木。あー、俊介、弟か妹ができるぞ。順調にいけば10月の1週がお誕生日になるわ。どんな子が生まれてくるのかしら。今から楽しみね、萌木。愛してるよ。うわー、2人目できるんだ。男の子かな、女の子かな。うわ、楽しみやな。俊介育ってるな。今2歳か。さあ、それではクラシック先生のスケジュールできましたんで見ていきましょう。かなり時間かかっていきましょう。まずはネオユニバース。ネオユニバースはフランスのクラシック先生狙っていきましょう。で、ステイルインラブは、NHK マイルカップを勝った後にこちら、アメリカの牝馬クラシックを狙っていきたい。で、アドマイアグルーヴはね、ちょっと精神力がかなり低いそうなので、ここは無難に日本の牝馬クラシックを狙っていきましょう。で、ブルーコンコルドはダートで頑張ってもらうとして、で、ゼンノロブロイもちょっとね、海外の馬場適性に合ってないっぽいので、ここも日本の馬場クラシック先生狙っていきます。で、ペペマリアはね、ちょっと馬場適性はね、ヨーロッパ寄りなんだけどね、距離がね、ちょっとね、合わないので、まあ、なので、手頃なこの辺りの G1 狙っていきましょうか。よし、行きましょう。さあ、そしてヨークが誕生しました。今年生まれたヨークはこちらでございます。まずは、見ていきましょうか。史実馬はオンファイアのみか。了解しました。で、まずは、トゥーザビクトリーの子、ちょっと微妙だな。で、シーキングザパールの子も、微妙。で、ファビラスラフィンちゃんの子も微妙やな。で、バリちゃんの子供がすごいな。バリちゃんすごいな。いいぞいいぞ。で、梅のファイバーの子も、微妙かも。で、シルクプリマドンナの子が、いけるか。ちょっと微妙なところだな。で、オンファイア、意外と、でもステータスいいんだけどな。どうでしょうかね。で、ゴールドティアラの子はかなり見込みあり。で、こんな感じかな。よし。さあ、これから黄金世代たちのクラシック戦線がスタートします。行きましょう。頑張ってね、みんな。さあ、まずは、ペペマリア、プロビデンシアステークス。これは G3 だね。さあ、行きましょう。まずは、でもこれは勝てそうだけどね。ペペマリアね、もしかしたら相当強い馬かもしんないからね。さあ、では行きましょう。G3 ですけど、なんとか海外のレースに慣れていきたい。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。頑張ってね、ペペマリアちゃん。いよいよ発走です。スタートしました。G3 はね、楽に勝ってほしいと思うけどな。で、スタートはいい。飛び出してカーリーパーキー棚に立ちます。その後ろからはピクニックダンサー。さあ、最終コーナー回ってきました。ずっとね、1番をキープしてたペペマリア。さあ、で、どうでしょうか。最終コーナーをカーブして、楽勝っぽいけどな。さあ、ペペマリア、世界に通用する馬となるでしょうか。で、後ろからめっちゃ速い馬来た。大丈夫これ。ペペマリア先頭。負けてる。負けてるやんけ。着はペペマリアちゃん。これきついな。見事な勝利です。わ、強っ。大丈夫かな、マリアちゃん。強いんじゃないんかい。悔しいね。仕方がないか。さあ、ここは気を取り直して。大丈夫大丈夫。マリアちゃん、気にすんなって。さあ、で、今日は桜花賞がございます。桜花賞に出てるのはね、確かステイルインラブかな。さあ、ステイルインラブはどうでしょう。じゃあ、アドマイアグルーヴだ、ごめん。アドマイアグルーヴは 2.8 倍か。で、この子が2番人気。で、アドマイアグルーヴは、はい、どう？で、直前調教ではとてもいい動きでしたと。了解。さあ、では行きましょう。見ていくぞ。牝馬クラシックではアドマイアグルーヴが、1番かなって思うんですけどね。さあ、どうでしょうか。アドマイアグルーヴ上がってきてる。来てるね。 OKOKOK。 いいね、いい足を持ってるじゃないですか。さすがだ。これは大丈夫でしょう。でも、さっきのマリアちゃんの件もあるしね。
残り 200m を通過して、ダントツだな、強い、素晴らしいよ。さすが、アドマイヤグルーヴはヒンバクラシック3冠勝てそうだね。格の違いを見せつけました。オッケー、ナイス。でもマリアちゃんをどうするかだな。マリアちゃんも勝たせてあげたいな。さあ、でどうでしょう。やりましたよ、宇野さん。桜の晴れ舞台を制することができて本当に最高の気分です。やっぱり武さんが乗ってた、ナイス。さあ行きましょう。でライバル対決、宇野勝利、ナイス。さあ、そしてサツキ賞、ゼンノロボロイが出走します。行きましょう。でゼンノロボロイが 3.5 倍、で栄新チャンプが 2.9 倍か。栄新チャンプは去年の朝日杯の勝ち馬。さあ、そしてでゼンノロボロイ大丈夫、行きましょう。お前たちなら大丈夫だ。さあ、ペペペペ牧場の黄金世代頑張ってくれ。先週の世界を揺るがすんだ。5番のクラシック第1弾サツキ賞、さあ行きましょう。直線勝負に数々の大きな G1 前走芝のうまくスローペースに落ち込んで、はいはいはい、人気あまりにいざ大観衆が支持したのは2歳チャンピオンでした。ここで王座は渡せません。元気そうだな、いい走りするぜ。前走フリーの前走また一歩感情は前走で前のロブドイ大丈夫か。大丈夫か、元気出してる。さあもうレース始まってるよ、行くぞ。さあ行くぜ。先週の大花賞に続き、今週は騎乗は岡部さんです。一番外か、最も速い馬が勝つと言われるこのレース。さあ頑張れ。さあ最後は大外枠のゼンノロボロイ、大丈夫、ゲートに入って入れ込んでない、いいよ。スタートしました。いいじゃん。ここスタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してディータローザ、ゼンノロボロイはそうですね、サイレントディール、この馬を前の方行ってる、ナイスね、ナイス。ゼンノロブロイも馬虫出てるもんね。先手を取ったのはユートピア、あのね、スタミナのサポカでね出てる、めっちゃ重宝されてるからね、ゼンノロブロイ頑張って。平身チャンプ、ピンクの帽子、ゼンノロブロイ、その後ろ追い上げていきます。さあ先頭、さあ来ました。でゼンノロブロイは5番手ぐらいか。あーで、ね、あそこ、さあ内から上がってきた、どうだ。さあ先頭はおーで、エーシンチャンプ、あー、競ってる、大丈夫、頑張れ、ない、頑張れ、ナイス、オッケー、ナイス、根性。いやー、危なかった、エーシンチャンプ強いなー。いやー、危なかったぜ、ナイス。おー、パチ。いやー、エーシンチャンプ強かった。いやー、でも、私たちの勝ちだ、オッケー、ナイス。野さん、クラシックを勝てて最高の気分ですよ。あ、岡部さんありがとう。サンキュー。よう頑張ってくれた。で、次はダービーですよね。頑張りましょう。さあ、今週から種付けが始まりましたけれども、手早く終わらせまして、で、今週はこちら。ペペマリアがアメリカのハニームーンステークス。で、ステイルインラブが NHK マイルカップですね。で、ヒシミラクルも天皇賞春ということで。さあ、では行きましょう。頑張ってな。さあ、行くぞ。さあ、ペペマリア、その進化はいかに。で、ハニームーンステークスは G2 でございますね。行きましょう。で、ペペマリア何番人気かな。1番人気、2.7 倍か。2.7 倍、ちょっと微妙だな。行きましょう。頑張って。アメリカの G2 挑戦することもあんまりないからね。さあ行きましょう、ハニームーンステークス。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。さあ7番の馬、スタートはかなり良かった。綺麗なスタートを切りました。ダッシュで、このハニームーンはね、逃げか先行タイプらしくてですね、前の方で競馬する方ですね。さあ、で前の方行きまして、ペペマリア、コンチになりました。さあ、さあ最後のカーブになりました。で、いい追い上げ、よしよしよし。さあ、まず先頭から抜け出してきたけれども、後ろの馬もだいぶ差を詰めてきている。さあ頑張れ、こっから根性勝負や。根性で負けたら絶対かんよ。で、残り 100m、 でく大丈夫か。危なかった、結構やばかったな。よし、今回は勝てた、ナイス。マリアちゃん、海外の馬にも引けを取らない、この子は海外でも通用する、それが分かってよかった。
さあで、こちらいい走りでしたよ、のさん。ペペマリアにとってこれが初めての海外重賞制覇ですね。また一つ目標達成といったところでしょうか。横山さん、サンキュー。さあ、そして必死ミラクルが天皇賞春でございます。いきましょう。で、のさん、こんにちは。若月さん、こんにちは。どうも。で、うちのホットシークレットが一緒に収束するんだ。そうなんだ。うん、さあ頑張りましょうね。で、必死ミラクルは 2.2 倍か。これダントツでしょ。まあ飛ばしていいかな。いきましょう。はい、ナイス、 OK、 勝った。で、必死ミラクルは今後長距離路線をね担当してもらいましょう。いやー、すごいな。天皇賞春勝つのすごいね。さあ、ステイルインラブ NHK マイルカップです。いきましょう。あー、で、また若月さんだ。こんにちは。今度は若月さんはエコールプレイスが一緒に出走するんだ。うんうんうん。さあ、ではいきましょう。ステイルインラブ 2.8 倍。うん、これは勝てそう。いきましょう。NHK マイルカップか。いや、このレースもね、いや難しいですからね、勝つと。さあ、マイルはステイルインラブに任せましょう。さあ、頑張ってもらいまして。で、うちの、あ、で、シーズ闘争が2番人気。はいはいはい。で、ステイルインラブ来ました。頼んだよ。で、企業は福永騎手。頑張ったね。ステイルインラブは繁殖牝馬としても活躍できそうだね。で、日本レコードはテイエモーシャンか。はいはいはい。今テイエモーシャンはね、うちで繁殖牝馬として頑張ってもらってます。東京競馬場は3歳マイル王をかけた戦い。このおっと、あー、で、入れ込んでる。ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後にエコルプレイス入って。あー、これ若月さんの馬じゃない。スタートしました。さあ、大丈夫大丈夫。うちの子は先行争い、何が花に立つでしょうか。ギャランドアロー、ステイルインラブどうでしょう。どうでしょう。これに続きます。先手を取ったのはギャランドアロー。今現在、あ、中段より後方な感じかな。さあ、マイル、この子は勝てるでしょうか。距離的体的には全然問題ないんだけどね。あー、で、一番後方に行った。これはそういう作戦なのか。追い込みなのかな。さあ、で、最終コーナーもうすぐで回りきるよ。結構離れてるね、先頭から。追いつくかな、これは。どうです、どうです。いやー、大丈夫、間に合うそれ。あー、すんごい走ってきた、すごい。いや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 、すげえな。この足は感動する。すごいな、一瞬で1位になったね。めっちゃ離してるやん、すごい。マイルでこんなことある。すごい馬がいた。いやー、この子も海外の G1 挑戦させたかったんだけどな。ちょっと馬場適性が合いませんでした、残念。いやー、すげえ。いや、美しい馬体よ。さあ、で、ステイルインラブ、やりました、宇野さん。やはりステイルインラブのスピードは3歳馬の中では抜けてますね。 NHK マイルカップの舞台でそれを証明できて私も嬉しい限りですよ。福永さん、ありがとう。福永さん、イケメンだよね。いや、皆さんイケメンなんだけどね、うん。さあ、そしてネオユニバース、今週からフランスクラシック挑戦していきます。ネオユニバースは現在1番人気の 1.9 倍か。あ、すごいね。いや、皆さん目が肥えてらっしゃる。行きましょう、挑戦だ、行くぞ。いや、ほんと黄金世代ねもう誰をどこにのレースに走らせるかすんごい迷うんだから。さあ、行きましょう。フランス2000ギニーです。こちらフランスのパリロンシャン競馬場から14番かな。国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。あ、スタートちょっとゆっくり大丈夫、綺麗なスタートを切りました。信じてるからね、私。行きました。続いて前へ行くのはスタークラフト。さあ、で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 、ブロンガスリストレーション、黄金の馬体、どうだ、前行きたいのかな。あ、でもだいぶ外走らされちゃってるね。のない展開になりました。先手を取ったのは直線コースに入りました。直線コース入ってきましたと。さあ、最後のコーナー回ってきました。大丈夫大丈夫、いけるかな、ネオユニバース。あー、でも抜けてきた。いいぞいいぞ、すごい抜け方するな。おーっと、で、どうだどうだ、頑張れ頑張れ、もうちょっともうちょっと頑張れ頑張れ。
く、どうだ、抜けてきた、抜けて、オーケーオーケー、だーでも後ろの追い上げがすごい、危ねえよかった、さすがネオユニバース、オーケーオーケー、まずはフランス G1 1個取りましたね。いやすごい、やりましたよ、宇野さん、あ、やっぱタケさんなんだ、ネオユニバースは本当にいい競馬をしてくれました。いや、タケさんもいい騎乗でした、もう本当テクニシャンなんだから。さあ今回はここでしましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ、よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価お願いします。ルペでした、さよならー。